え、だからなんかすごい、なんかこの話前もしたかもしれないけど、その音楽ないじゃん。あんのか。いや、AI。あ、でも、あ、でも分かんないよね。いや、でもなんかそこもすごい面白くて、なんかその、多分、あの、例えばすごい形式的なその4つ打ちの音楽とかっていうのを、多分そのめっちゃ、で、多分プロンプティングもできるじゃない？なんかランニングのなんかアプリなかったっけ、その、歩調に合わせてどんどん生成してくれるっていうその BPM も合わせて、うん、え、そう、それはなんか伊集院光がそういうのが欲しいって言ったら卓球に怒られた。ああ、そうか、そうだ、全然ない話だごめん、なんかそれはあったらいいなって話だったんだけど、なんか最近シティポップを AI が作ってなんかすげえいい曲だみたいなのはなんか話あ、うん、で、なんかそれをさ、うん、そう、なんていうの、そこなんかだから、だから何が言いたいかっていうと、なんていうか、やっぱりその作品そのものってそんなに受け取れねえんだなみたいな話で、なんかそれが作ったっていう前情報があるから面白いっていうのもじゃあるし、なんつうんだろう、あの、まあ、それを知ってるからつまんないって場合もあると思うね。例えば AI とかの話だと。で、多分 Spotify とかにもほぼほぼ AI で作った曲とかっていうのが、うん、なんか もうめっちゃあると思うんですよね、うん、特にそのダンスミュージックとかだったら。で、別に そっちの先にこうなんていうか、なんか人間を見てるかどうかによって、例えば聞き方が変わってると思うんですよ。まあそこまでか、まあ意識して聞いてないかもしれないけど。でもなんか、あれだよね。なんかその、ビジュアルの方とかは、あ、ていうか、吉田くんも生成 AI の話をちょっと書いてたけど、今、いらしたけど。うん、まあでも全然。そういう、なんか生成、なんかビジュアルの動画の方とかって本当になんか、こんな発想なかったみたいなことを言ってるけど、で、なんかよく、なんか、アホが SNS に上げてるじゃないですか。あ、ごめんなさい。で、あの、いや、なんでこれが面白くないんだろうっていうのは、すごい、こう、なんか、不思議だなと思って、見てます。